はい、こんにちは、ちーと申します。今日もゾンビポリス鈴木を遊んでいこうと思います。このタイトル画面の曲、私すごい好きなんですよね。で、前回はね、ゾンビポリス0章をなんとかクリアしました。で、ニューゲームから始めていくんですけど、0章、チャプター0かチャプター0を前回はクリアしました。で、チャプター1については体験版の時に一度遊んでいるので、今回はスキップしていきます。裏で進めてきました。ちなみにね、このなんかチャプター1をね、裏で進める時にもう私、犯人とかトリックが分かってたので、操作をね、全然進めない状態で正しい答えを入れてみたんですけど、そのまま普通にストーリーが進みました。だから本当になんかね、物語を読んでいって、まあ、調査とかしていって、自分が分かった時点で本当にすぐ推理に入っていくことができるんだなって改めて、まあ、自分の目でも確認しました。でも分かんないよね、やっぱりね、最後まで情報を集めてもなかなか、そこが面白いです。ということで、今回はね、このチャプターに進めていきましょう。よろしくお願いします。日本語です。またコンビニかな、これは。あ、コンビニだ。店長さん。そこからゾンビ刑事と私の特殊捜査課での日々が始まったんだ。ちょっとね、今回はスキップしていますが、チャプター1はゾンビデカ、まあカバネアケミちゃんとの出会いでしたということを振り返って、で、まあ、そこから日々が始まったよっていう流れですね。店長の筋肉相変わらずすごいな。なるほど。ですが、よく受け入れられましたね。先輩がゾンビでデカだなんて。あ、ここ刑事って呼んだ方がいいのかな。確かに違和感を持つのも無理はないだろう。店長はクリスマスケーキにイチゴが乗っているのは当然だと思うか？あ、私は当然だと思っちゃうな。いや、もちろんブッシュノエルとかそういうのもあるんだけど、やっぱりね、クリスマスケーキはね、ショートケーキが好きだな。まあ、そんなことは聞いてないかもしれないけど、でもそのイメージ強いな。そうですね。当然か当然ではないかの二択なら、私は後者です。当然か当然ではないかの二択。当然ではないってこと？いちごが合わないチョコやチーズなどのケーキをクリスマスケーキとして選ぶ方もいますから、ああ、なるほど。そう、人によるっていうのは本当にある気がする。でも私は、ケーキにはいちご乗っててほしい。ですが、個人的にクリスマスケーキはいつもショートケーキを選んでいます。店長さん、同じだ、同じ、同じです。私もそうです。気が合いますね。なので、いちごがたくさん乗っていると嬉しいです。わかる。いちごめっちゃ乗っててほしい。だから、このコンビニで予約販売しているクリスマスケーキはイチゴたっぷりなのか。最高じゃん。え、このコンビニ知りたい。はい、このあたりは正直かなり田舎で、ケーキ店の数も限られますから。うわ、助かる。田舎の救世主。働いてる方の中にはお店が開いてる間にケーキを買いに行けない方も大勢います。そうなんだよね。絶対にケーキ買いに行けるってわけじゃないからね。その点、コンビニは24時間営業ですから、多少受け取り時間が遅くなってしまっても、ケーキをお渡しできます。コンビニケーキは味気ないと言われないよう、今年もレシピ制作頑張りました。え、レシピ制作？え、作ってるの？店で売ってるクリスマスケーキ、延長作？うちは実験店舗ですから、いろいろ試させてもらっているんです。え、待って、店長さんだいぶ有能。先ほどのマドレーヌもレシピ制作から製造まで参加しました。え、すごすぎない？ちょっと待って、店長さんすごい。マドレーヌまで。だからマドレーヌに店舗限定のシールが。お菓子作り好きなのかな？あ、お菓子作りって結構力使いますからね。クリスマスケーキも今はこの店舗限定ですが、もう少しイチゴの入荷が安定すれば。楽しみだな、これ。それだ。どれだ、いちご。え、入荷が安定ってこと？それだ、とは？少し話がずれたが、店長はクリスマスケーキにいちごが乗っているのは当然ではないと答えた。そうですね。
つまりイチゴを乗せるかどうかは選択可能な事象であることを前提にしている。だが本来イチゴは春が旬の果物だろう。そうですよね。だいたい1月2月ぐらいからちょっと出回ってきて、3月ぐらいがピークなのかな。にもかかわらずクリスマスケーキとしてショートケーキは定番だ。季節外れのイチゴが市場に出回っている現状は冷静に考えると不思議ではないかな。あーでもなんか現代だったらそんなもんなのかなくらいで軽く流してた。なるほど、言われてみればそうですね。生産者さんのおかげで今は真冬でも美味しいイチゴを食べられますが、ありがたいですよね、本当にね。私が子供の頃のクリスマスケーキのイチゴはそう美味しいものではなかった気がします。普通クリスマス時期にイチゴは実らない。そうですね、まあ普通に考えたら。だがショートケーキにイチゴが乗っている光景がもはや当たり前になっている原因は、慣れか、慣れですか。まあ、あとはイチゴが乗ってるとやっぱ華やかに見えるからね。乗っててほしいよね。そうだ。ゾンビは異常な存在だが、私は彼女の存在に早々に慣れてしまったんだ。そんな中、あの事件は起きたんだ。また、昔の出来事の回想、ああ、来た、アドベントカレンダー。12月9日かな。うん、え、何？いや、爆発した？これがある事件？なんかだいぶやばそうな気がする。あ、青い空。99条警察署。待って、この部屋何？初めて見る。失礼します。報告書、指示された通りに修正しましたの。で、そこに何がある？あ、新しい方、一課の若い刑事。じゃあこれ、奴が来たら渡しておけばいいし。ちょっと喋り方独特。誰？かわいい。シルエットがもうすでにかわいい。はい、すいません。お忙しいのにお邪魔して。どうかよろしくお願いします。あ、ごほ。あ、どうしたし。大丈夫ですか？あ、はい、すいません。ちょっと持病の関係で、ゲホゲホ。持病か。これ、セーラー服だよね。ってことは学生さん？いつものことなので大丈夫です。失礼します。あ、行っちゃった。あ、ねえ、行っちゃった。あの女の子、どなたですか？一家のどなたかのご家族？今度、一家に移動してくる刑事の知り合いらしいし。そいつに渡してくれって、クリスマス近いし、クリスマスプレゼントじゃね？確かに、職場に来れば直接渡せますけど。なんか引っかかるな。一家の刑事と知り合いって、どんな関係だ？ね、知り合いでしょ？学生さんが？制服着てたし、恋人にしては幼すぎるから、その刑事に昔お世話になった被害者とか、まあそれが一番ありえそう。身分証明と理由申告しないと署に入れないから、知り合いなのは間違いなさそうだけど。お、なんかベテランの風格。一家の年配刑事。なんや、どうしたんやお前ら、こんなところで立ち話か。あ、パイセンおか、あ、おかえりってこと。言葉が若いのよ。例の爆発事故の現場は？やっぱ爆発だったんだ。俺は先に引き上げたが、課長たちはまだ残ってるって。で、田村は？あ、昨日見てもらった報告書を修正したので確認してもらいたくて。おー、見せてみ。うん、オッケー。じゃあ、これ、上野課長が帰ってきたら渡しとくし。あ、違う。これ、若い刑事だ。お、見せてみ。うん、オッケー。じゃあ、これ、上野課長が帰ってきたら渡しとくし。すいません、書類の書き方とか丁寧に教えていただいて。待って、私、久しぶりに課長に会いたい。
かは違えど同じ、これ年配の方だよね。かは違えど同じ上司の下で働く刑事同士や、なんかあったら聞きに来りゃええ。あ、ありがとうございます。いや、なんか仲間が優しくて嬉しいね。あー、課長のお顔久しぶりに見た。まあ、相変わらずイケオジでいらっしゃるねえ課長。特殊捜査課というより、カバネの存在を知ってる人間は署内でも限られている。あ、全員知ってるわけじゃないんだ。でもさ、なんかエナ先輩は知ってそうだったよね。カバネも署内では人目を避けて行動してるからな。ただ奴は現状を見た通りの状況だ。え、じゃあ事件の報告書の書き方とか誰に教えてもらえばいいんですか？一家の奴らに教えてもらえ、話は通しておく。ただし特殊捜査課の内情は一切喋るな。ありの話ですが、喋ったらどうなるんですか？それは喋った時のお楽しみだ。あ、報告書にもゾンビがどうとか書くなよ。喋った時のお楽しみか。そんなこと言われたら書いちゃうんだけど。とか、なんとか脅されたから特殊捜査課のこと聞かれたらどうしようと思ったけど、特殊捜査課のことは全然聞いてこないし、いろいろと丁寧に教えてくれるし、いや、一家の人たちすごい優しい。お名前知りたいんだけどな、この二人。ねえ、一家の先輩刑事たちが優しくてよかった。警察なんざどこも同じようなものだけど、一家も年中人手不足だし、いざって時に手貸してくれると助かるし。いや、でもこんなさ、なんか優しくされたら、いや、もちろんですよって言っちゃうよね。あ、はい、俺でよければ手伝わせてください。バコードらしい元気な返事。よきよき。いや、この方も若いんだよね。なんかあったら気楽にこっちに尋ねるといいし。上野課長、捜査能力は高いけど、人に教えるとか後輩の育成とかは苦手だし。あ、そうなんだ。なんか何でもできそうに見えるけどね。課長にそれ言ったらあかんからな。当人結構気にしてるんやから。あ、そうなんですね。課長 SMS 以外にも苦手なことあるんだな。いや、課長の SMS はいいでしょ、あれで。そや、今度一家に新しい奴が移動してくるから、そいつの歓迎会、田村も参加せんか？え、いいんですか？ありがとうございます。ぜひ。誰だろう。ほいこい、人数は多い方が楽しいし。当の新人はまだ一度も署に来てないけど。そういえば、さっきもそんな話を。その人、なんで署に来てないんですか？南の方で発生した警察を狙って起きたテロ捜査の応援に行ってるんやって。テロか。そっちが落ち着いたら移動してくるそうや。え、警察を狙ったテロなんて起きたんですか？そんなのニュースでやってたかな。あー、ほぼ確で貝の内の介入起きてるし。ま、貝の内、はい、貝の内、警察上層部の人間や。平たく言うなら、事件が表沙汰にならないよう情報をコントロールするのがやつの仕事。やっぱりなんかそういうのあるんだ。やつが介入したら事件は表沙汰にならんか、警察内部でも事実とは違う事件として扱われる。すごいね、ゴリッゴリになんか上のなんか見えない圧力というか、見えない何かが働いてますよね。この携帯全盛のご時世、何をどうやって情報操作してるのかさっぱりだけど、噂じゃ仮に非公開事件を公表しようとしたら即座に嗅ぎつけられて潰されるらしいし、物騒、怖い。ま、事実を全部公表するのがハッピッピーとは限らんし。ハッピッピー。数年前、国内で発生したテロに触発された人間がテロを起こす流れが続いたし、情報の操作なんぞ手放しには肯定できん。事件をなかったことにするようなもんや。が、やつの介入が始まってからテロが減ったのも事実やからな。条件付きで襲ってくる妖怪だと思えばいいし、こっちが何もしなきゃ無害無害。あ、はぁ、妖怪。貝の内さんか。まあ、いずれ会う日が来るかな。田村、お前は他人事みたいな顔しとるが、特殊、
特殊捜査課設立には貝の内も関わってるらしいで。はあ、これは絶対合うね。そのうちどころか、俺の所属部署ゾンビと妖怪のコラボ産物いやちょっと賑やかになってきたな。だから誰もタムランカのこと何も聞かんし、怖いから。オッケー。オッケー。俺の課って思ったより物騒なのか。いや、ゾンビが刑事やってる時点で手遅れか。人に聞かれても答えるなとは言われたけど、誰にも聞くなとは言われなかったな。あの、特殊捜査課のことを一課の先輩たちはどれくらい知ってるんですか？自分は今年の春に配属されたばっかで、滞納地介入で新設されたかってことぐらいで。配線は？さあな。ああ、知ってそう。知ってるけど言いたくないって顔だな。田村、悪いがそろそろいいか？そろそろこいつに仕事させないと。後輩指導という名のお仕事してたし。すいません、長々と失礼します。でもいいね、一課の刑事たち。このなんかね、若手とベテランのデコボココンビ、こっちもちょっと見てみたいよね。そろそろカバネ先輩も出勤してる頃か。先輩、今日も俺のこと忘れてるんだろうな。毎日記憶リセットから始まりますからね。田村戻りました。あ、明美ちゃんお久しぶりです。おはよう田村くん。なんかいい匂いするね。お昼に焼肉食べた記憶がある。おはようございます、カバネ先輩。お昼は焼肉じゃなくてラーメン。ん？どうしたの？先輩、今俺の名前呼びました？うん、呼んだよ、田村くんって。なんで？寝て起きたら俺のこと忘れるんじゃ。頑張ってみた、頑張ったら覚えられるんですか？電気ショックで記憶を焼き付けたんだ。電気ショック、物理。力技だった。頭にこう、電極的なあれこれを差し込んでね、一気に高圧電流を流すと、あら不思議、流す直前の記憶が残るんだ。逆になんか記憶消えちゃったりしない？なんかちょっと怖いよね。それ体は大丈夫なんですか？やだな、私ゾンビだよ。平気平気。それにね、波のホテルで事件を解決した次の日から妙に調子がいいんだよね。だからやるなら今だって思ったんだ。田村くんの名前もう忘れないからね。あんまり対応できない技だから事件のこととかは忘れちゃうけど。なんで対応できないんですか？自分でいろいろ魔改造して作った装置だから産業企画ぶっちぎってるんだよね。具体的に何がダメなんです？それなんか聞かない方がいいんじゃない？みんなが電気使ってるタイミングで電源入れると99畳所付近の一帯のブレーカーが落ちる。やばいね。ちなみにうちの署の裏にはね、携帯の基地局があるんだ。携帯使えなくなるってことじゃないですか。本当に対応できない技ですね、それ。ちなみにこのコンセントに刺さってる機械が記憶焼き付き装置だよ。え、すぐそこにあるの？ノットセーフフォーワーク。抜いといてください、そんな危険な代物。じゃあ抜いとく、ブチッとな。あの、手にメモ書くとかじゃダメなんですか？どんな筆記用具使っても書けないんだよね。シローが進んでるのかも。シロー？あ、ね、シロー。体がろうそくみたいになる現象のこと。だから核じゃなくて釘で刻むならいけるよ。怖い。すいません、俺が間違ってました。そこまでやらなくて大丈夫です。なんかノートに書いてさ、ノートを毎日見返すとかでも難しいのかな。まあでもそれは記憶じゃないからやっぱり難しいのか。ガシャン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 。なんか廊下の方からガシャンガシャンってロボットが歩く音みたいなの聞こえません？ガシャン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 。でかくなってきた。しかもこっちに近づいてきてる。エナドリ神父じゃない？え？
え、違う。あれあれあれ、エナ刑事、あれ、あの連絡先がさ、確かさ、なくなってて、なんか連絡取れなくなっちゃって、そっから会えてなかったんだよね。あ、でもあっさり登場してくれるんだ。失礼します。田村くんいますか？エナ刑事？エナドリ神父。いや、エナくん久しぶり。その声、その呼び方。やっぱりあなた、ここにいたんですか？やっぱりエナ刑事は、なんかね、カバネちゃんのことを知ってたんですか？私のことは、カバネ・アケミ。いや、ゾンビデカと呼ぶといいよ。ゾンビなんていません。あれ？ここにいるんだなぁ。いたとしても、刑事としても、神父としても、ゾンビの存在なんて認められません。あ、そういう関係性か。なるほどね、ハーク。待ってください。カバネ先輩とエナ先輩、お知り合いで？ね。うわぁ、そういうことか。同期だって、この二人。同期です。同期？同期？エナ刑事とカバネ先輩、同年代？緩和された身長制限でもギリギリだったそうで、私も最初見た時は子供が迷い込んだのかと。同い年の人間に失礼だなぁ。あ、私、去年死んだから1歳下だった。笑えないジョークやめてくれます？いや、去年なんだ。じゃあ、ゾンビになって1年ってことか。本当に同期なんですか？同じ刑事のもとで学びました。現行の刑事昇進教育と試験が初導入されたのが私たちの代からだったんです。彼女は飛び抜けて優秀だったため、真っ先に刑事へと昇進。後に特殊な仕事に就くことになったそうですが、しばらくして亡くなったと聞きまして。なのに、まさか、ゾンビになって99条所にいるなんてヨタ話が本当だったなんて。ハバネ先輩はゾンビが刑事になったんじゃなくて、刑事がゾンビになったってことです？その通り。その通りじゃないです。今すぐ神の御子、身元で眠ってください。神の身元ね。田村くん、今の聞いた？エナドリ神父が墓に入れって強要してきたよ。もう死んでるって自分で言ったでしょうが。あなたが亡くなったことは大変痛ましく、警察としても大きな損失だと思います。あなたの今のあり方は神の教えに反しています。神父としても同期としても断固許せません。何？あ、わ、この顔いいな。あれれ、いいのかな。私がいなくなったら特殊化が受け負う事件、全部エナ君の担当になっちゃわないかな。わ、めっちゃいいこのイラスト。全部田村君が解決してくれます。ねえ、田村君。いや、俺にどうしろとって顔してる。俺が過労でゾンビになりません？この人たち同期だけど全く噛み合わないな。いや、でもなんかめっちゃ仲いいよね。待って、このイラスト1万円見たい。めっちゃ見たい。可愛い。いや、そもそもゾンビと神父じゃ噛み合うわけがないか。あ、来た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 。え、このイラスト超良くない？スクショタイム逃した。それより、エナ刑事、どうしてここに？99条所の一家所属になったんです。着任前に出張要請を受けたので、今日が初来所ですが。ちなみに、このゲームってなんかスチルとか見れる一覧とかないですよね。ないっけ？ないよね。そうだよね。コンフィグは音量設定とかだし、なんかイラストギャラリーみたいなの欲しいな。さっきのイラストめっちゃ見たい。チップスに入ってたりしないよね。そうだよね。あのイラスト超好きだった。まあ、進めていきましょう。てか、このゲーム、ほんと今更だけど、絵がいいよね。本当にキャラのイラスト超好き。出張先で特殊捜査課の田村から電話があったと知らせを受けて、まさかと思ったら、そのまさかだったんだね。本当にまさかでしたよ。あなたがゾンビになったのが一番まさかですけど、
もともと噂で聞いてたから俺が特殊捜査課に配属されるって聞いて取り乱してたのか。そういうことか。あれなんかいろいろね、えな刑事ちょっと怪しいなって思っちゃったけど、全然怪しくはなかったか。噂で流れてたんだ。でなんかいろいろ知ってたんだ。でカバネちゃんとは同期だったと。てかこの3人組なんかいいな。で一家の新人か。特殊捜査課においでよ、えな先輩も。あ、だからお守り持たせてくれたんですか。お守り、刑事昇進した時にえな先輩がくれたんです。なんかもらい物とか言ってましたよね。これです助けてくれるんだよね、ピンチの時にね。あ、持ってたんだ。あれ、カバネ先輩このお守り知ってるのか。それより聞きたいことがあります。何ですか。99条所管轄内にある倒産した旧顧問薬品の配送庫に男が出入りしていると通報がありました。薬品配送庫。その男は先日地方で発生したテロの犯人として指名手配をされている人間と外見の特徴が一致。特殊権限を用いて顧問薬品について警察の記録を調べたところ、そのゾンビデカって呼ぶといいよ。明美さんが一月前、その配送庫に調査に赴いたという記録を発見しました。ゾンビデカって、なぜ倉庫に向かったのですか？記録は残ってても記憶はないんだな。ダメじゃないですか。ダメ、そっか。記録はあっても記憶はないのか。おい、事件だ。あ、課長、お久しぶりです。上野課長。なんだお前、一家より先にこっち来たのか。悪いが、特殊捜査課は今から仕事だ。顧問薬品って潰れた会社の配送庫が昨夜爆発したんだが、そこで死体が出た。顧問薬品、あ、まさに今話してた。そうか。カバネ先輩が先月行った配送庫って、顧問薬品だったっけ？お、うわぁ。倉庫だ。おぉ、ボロボロ。一応崩落の危険性はないそうですけど、本当ですかね。薬品会社が作った薬品倉庫でしょ？平気平気。薬品会社の倉庫事情の知識はあるのか。同期だっていうえな刑事のことは覚えてたし、生前の知識や記憶は強く残ってるんだな。事件の概要は？お、ここで事件の詳細。昨晩12月8日の午前1時頃、この倉庫が突然爆発したそうです。付近に不審者情報が出ていたため、警察は巡回を強化、見回りの人数を増やしていました。警官たちが現場付近で不審者に声をかけ、4人にそれぞれ職質していた最中に爆発が発生。やじ馬が増えて場が騒然となったこともあり、身元と連絡先を調べて返さざるを得なかったと。たまたま現場にいた程度じゃ拘束は無理だからね。4人のうち3人は近隣住民だと職質中に確認が取れたそうです。それで名前のリストがあるんですが、大滝、暁、明、中島嵐、小坂つぼみ、謎の少女、あ、一人謎の少女って入ってる。ね、謎の少女って、唯一名前を聞く前に逃げられたそうです。彼女を見つけて声をかけた直後、爆発が起きたとかで、警察を見て逃げたのか、爆発に驚いて逃げたのか不明ですね。事件概要と容疑者たちを入手しました。ちょっと見てみますか。大滝明か。大滝明、中島嵐、小坂つぼみ、謎の少女。なるほどね。謎の少女以外は、3人は、この3人は、近隣住民だったと、そういうことですね。まあ、続けていきましょう。爆発した倉庫から出たっていう遺体の身元は不明です。170センチ程度で全身黒焦げ、年齢は不詳、性別は多分男性ではないかと。
今司法解剖に回しているので、遺体の発見状況はこちらです。うわぁ！なんで右足だけこんな遠くに落ちてるの？爆発の弾みで足が切断されたとかですかね。そんなピンポイントで足だけ？うわぁ、倉庫の遺体を入手しました。ちょっと見てみるか。なぜか右足だけ。どうして？で、また倉庫に戻ってきて、はい。爆発で一瞬炎上したものの、すぐ火は消し止められたそうですが。ということは、内部には薬品系は何も残ってなかったんだね。と言いますと、特定の薬品が混じった火って、下手に水をかけると危険なんだ。だから薬品工場の火災には専用の消火薬剤が必要になるんだよ。なるほど。でも、この倉庫は普通に放水したみたいですね。薬品臭みたいなの全然しませんし、電気やガスも完全に止められてたそうですし、そもそもなんで爆発したんでしょう。もしかして絵の刑事が言ってたテロ事件と何か関係が？あるかもね。あるかもなんだ。パパネ先輩、1ヶ月前ここに来たんですよね。なんで来たんです？覚えてないや。そうですか。まあそう言われたらそれまでなんだけど。田村くん、携帯鳴ってない？あ、鑑識の西村さんからだ。もしもし。西村さんだ。お元気ですね。うふふふ、田村さん、お元気ですか？テンション高っ。あ、ちょっと待って、スピーカーにしますので。行きましたよ、例の古文薬品の事件。特殊捜査課が担当することになったって。おー、元気な鑑識さんだ。西村さんってこんな感じの人だったっけ？いやでもこんな感じだったと言われたらこんな感じのような気も。お酒飲んでんのかな？今回の事件、うちの得意分野なんですよ。爆弾 A ですよね。すべてをさらちへ返すほどのパワー。肌を焼く熱風。お腹の底に響く爆音。うち爆発大好きなんよ。そうなんですか。人って思わぬ趣味があるんだな。なんか本当にテンション上がってるだけなんだ。前回の転落事件は正直役立たずでしたが、今回は力になれると思います。ねえねえ、西村ちゃん、爆弾ってことは今回の爆破は人為的なの？ええ、現場にも遺留品ばーっちり残っとりましたわ。遺留品からの推測ですが、田村さんたち爆発物に詳しいですか？いや、全く。すいません、俺は全然。パバネ刑事は？爆発物はあんまりわかんないや。ということで、詳しい説明省いて、素人向けに分かりやすく説明よろしく。はーい。じゃあ、西村しのが分かりやすい爆弾について解説させていただきます。幼児番組のお姉さんのノリで爆弾解説始まった。いや、でも助かる。よろしくお願いします。子供でも分かる爆弾解説。今回の爆弾、派的に言えば材料さえ手に入れば簡単に作れるんです。海外だとゲリラ兵が現地でちゃちゃっと作って、ちゃちゃっと爆発させたりしてるそうです。ちゃちゃっと。爆弾ってそんな簡単に作れるんですか？電気作るより簡単なのが特徴なんよ。作り方もネットに載ってたくらいで。インターネット英知怖ー。もう消されましたけどね。で、本題。この爆弾は簡単に作れて応用も効くけど、今回は一番簡単でアナログなやつみたいです。派的に言うなら、密閉容器に火薬を詰めて、導火線に火つけたら爆発するタイプ。遠隔操作で爆発させたとかではなくて、犯人が直接火をつけたと。その通り。すっごい嬉しそう。タイマーなどは組み込まなかったのではなく、素人で組み込めなかったのではないかと。
これは残留物から見たうちの推測ですけど、火つけて10分程度で爆発したと想定されます。つまり爆発した時犯人は近くにいたってことか。爆弾に火をつけてすぐ車に乗り込んだらそこそこ遠くに行けませんか。田村さん、放火魔は必ず現場に戻るって有名な話はご存知ですよね。ああ、はい、知ってます。放火魔の真の目的は火をつけることではなく、放火した後の騒ぎの方だからですよね。その心は？自分の行動の結果を確認したい。その通り。今回の規模だとあまり離れすぎていると本当に爆弾が爆発したか確認しにくい。ましてや現場は機密性の高い薬品倉庫。火をつけてすぐ車で遠くに逃げたよりは、近くで本当に爆発したか確認した可能性が高い。半分はうちの推測ですけど、正解からそう遠くはないと思いますよ。なるほどね。あ、爆弾の詳細。爆弾の詳細。導火線に火をつけて爆発させる簡易的に作れる代物で、火をつけてから10分程度で爆発した模様。西村は犯人がきちんと爆弾が爆発したと確認するため、爆発時には倉庫付近にいたのではないかと推測した。なるほどね。お、爆弾解説終わり。はあ、すごい。そんなことまでわかるんですね。プロですから。あ、今趣味って言いかけなかった？断言できるのは爆発規模から考えて倉庫全体を崩壊させるには火力が小さすぎる。でも人一人を殺すなら十分。じゃあ犯人の目的は爆弾で人を殺すため？まだ断言はできませんが、遺体には腕を縄のようなもので縛られた痕跡があるそうです。お、死亡原因。被害者の死亡原因確定ではないが、西村は爆発規模から考えて倉庫を爆発しようとしたのではなく、被害者を殺すために爆発させたのではと推測。また被害者の腕なんだよね。腕には縛られたような跡があった。はい、まだわからないです。エナ刑事が手を回してくれて、今最優先で司法解剖してもらってます。エナ刑事が？うちは爆発の残留物調べときますんで、何かわかりましたら連絡します。ほな。楽しそう。西村さん、ウッキウキだったな。いや、協力してくれるのはありがたいが、にしてもなんでエナ刑事が司法解剖の順番に口出しなんてできたんだ。エナ君の親戚が大学病院やってるから、その絡みでねじ込んだんだろうね。もうエナ一族すごいな。エナ刑事の家って教会じゃ。あー、大元の宗教法人が大学病院持ってるとからしいよ。田村くん、健康優良児。はあ。とりあえずなんかすごいよね。影響すごいよね、エナ先輩ね。病院は健康診断でお世話になるくらいなんで。エナ刑事の実家ってすごいんだな。でもエナ刑事が最優先で司法解剖をさせるってことは、この事件、例のテロと関係が？エナくんがツテを使って遺体を調べてくれてる間に、とりあえず職質された3人に会いに行こっか。あ、はい。とりあえず謎の少女以外の3人のお話を聞きましょうっていうところですね。お、まただ。オネイロス・モルフォ。あれ、これってあれじゃないですか。オネイロス・モルフォって蝶。あ、ほんとだ。血肉の匂いに誘われてきたのかな。血肉の匂いって爆発で消し飛んではないのかな。にしても冷静に考えると、この蝶って不思議ですよね。そもそも蝶って冬に動けるんですか。春とかのイメージでしたけど。この種類はギリギリ動くみたい。年明けたらさすがに見ないけど。これも生前の記憶か。白色なんだな。なんで？どうしたんですか？いや、蝶が困ってるんだけど、
なんか困り方がちょっと変なんだ。たかる死体がないからじゃないですか？鑑識さんが全部持って帰ったみたいですし。容器の氷についた微量の血が溶けた水にも反応する蝶だよ。人間には見えないレベルの血にも反応するなら、こびりついた肉片に反応しても、あ、そういうもんなのかな。え？蝶の声聞こえたんですか？なんて？花がない？花？花ですか。こんな冬の錆びれた薬品倉庫で、花？ああ、でもこの蝶血肉だけじゃなくて、ちゃんと花にも反応するんですね。花には興味ないみたいだよ。ただ血肉に似た匂いに反応するだけで。血肉の匂いのする花なんてあるんですか？人間にはわかんないけど、蝶にはそう感じられる花があるんだって。アマリリスって花の一種なんだけど、知ってる？いや、名前ぐらいは知ってる。でもどんな花かわかんない。すいません、花には詳しくなくて。オネイロスモルフはその花が大好きで、花びらの水分とかも吸っちゃうんだって。花びらの水分を吸われたら、花全体がしなびちゃうんじゃないですか？そうだよ。だからその花を外に出すときは専用の虫除けスプレーをかけるんだって。うわ、なるほどね。オネイロスモルフォは毒に敏感で、毒に侵食された肉には近づきもしないから。そのスプレーを花に振りかけると、この花は毒にやられてるって錯覚してくれるんだって。これ割と大事な情報じゃない？毒に敏感で。毒に敏感っていうの、なんか毒殺された死体にはもしかしたら寄ってこないとか、そういうことだったりするのかな。錯覚だけで虫除けスプレー自体に毒はないから、人間にはよくわからないらしいけどね。人間にはわからないってことは、ゾンビのカバネ先輩にはわかるんですか？わかんないよ。あ、わからないんだ。いやー、ゾンビになってから嗅覚めっきりダメになっちゃったみたいでね。正直匂いとかあんまりわからないから、フランシュタインの捜査現場とかは平気だよ。その時はお願いします。まあでもやばそう。自分もフランシュタインと似たようなもんだから、そういうことは言わないよなって。あれ、カバネ先輩さっき俺に焼肉の匂いがするとか言ってませんでしたっけ？あ、言ってた言ってた。そうだったっけ？あ、忘れられてる。オネイロスモルフォ再びを入手しました。再びね。血ではなくて、オネイロスモルフォが血肉の匂いと感じる花に惹かれて、アマリリスの一種ですよね。薬品倉庫のどこにも花の痕跡は見つからないと。そういえば先輩はゾンビになってから嗅覚が死んでいると言ったが、昼間にいい匂いがするけど、お昼焼肉だったのと聞かれたのは何だったのだろうか。ここなんか色変わってるのちょっと気になりますね。なんかこの軽い一言がなんかきっかけというか、そういうのになったりするのかな。全然わかんないや。でも続き見ていきましょう。情報がちょっとずつ集まってる。あ、ここで、聞き込み移動する推理 A になるんだ。ということで、ここからがなんかね、操作パートだと思うんですけど、今回のこの動画は、そうですね、時間もいい感じなので、この辺にしておきましょうか。ということで、ゾンビポリスチャプター2に入りました。最後までご視聴ありがとうございました。次回はね、この操作パート、あと聞き込みとか、その辺のパートをしっかり楽しんでいこうかなと思います。今回すごいですね、爆発事件。そしてなんか、エナ先輩はちゃんと帰ってきてくれたし、でもエナ先輩とカバネちゃんの関係とか、元同期だったりとか、なんかそういうつながりが見えたりだとか、とっても面白い。いや、めちゃめちゃ面白い、本当に。で、なんかね、カバネちゃんのそのなんか匂いの嗅覚だったりとか、そういうところも気になりますね。まだ全然わかんないです。誰が犯人だとか、トリックとか。まあそこは次回しっかり操作していきましょう。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いできたら嬉しいです。ありがとうございました。